第3弾はですね、注目の競技について話していきたいなと思いますけれども、はい、今井上さんの手元にこの紙ありますね。バツしてるのが会期前でも終わったものに、うん、まだでも残ってますね、たくさん。県内各地本当に全体で競技が行われますね。そう、今回そのね、競技のマスコットっていうんですかね、はい、グリブ、グリブが全部競技をしてる、はい、映像、かわいい、画像がね、かわいいです。画像が作られてるわけですけど、私が結構好きなのはこの馬術ですね。馬術グリブね、馬術グリブかわいいですね、これ全部データのデザインにあるので、ここにピッて出すことができます。出せますね。めんどくさい。めんどくさい。馬術グリブね、はい、馬術グリブかわいいですね。馬に乗ってグリブ、何ありますか、気になるのは。どうですか、前原さん。この弓道の横、ああこれね、貴重ですよね、はい、横顔、横顔、正面じゃない弓道グリブ。確かに弓道グリブもかわいい。片平さんどうですか。僕はですね、やっぱりこの奄美の相撲グリブ。あ、相撲グリブいいですよね、相撲グリブ。相撲も今年はあの特に注目なんじゃないですか。 あの奄美大島でこれ開かれる相撲なんですけれども、奄美ってこう伝統的に昔からこう相撲文化が根付いたところで、もう本当に奄美大島の人がみんな楽しみにしてるんですよね、うん、そうなんですよね、相撲競技を、はい、だからこれ奄美大変なことになるんじゃないかな、ね、ですよね、はい、この奄美ではだってこの相撲競技のみ行われるので、正式競技が大島国体初開催ですね。初でしょ。最良国体でも奄美では行われなかった、うん、そうそうそう、うん、初めての国体競技ですから、すごいことになりますよ。奄美大変なことになるね。大変なことになる、絶対大変なことになりますよ、これは。楽しみですね、これは本当に、うん、あのだからその昔からそういう、その相撲文化が根付いているからこそ、うん、奄美出身のそのそうね、明生とか、ね、大奄美とかが生まれてるんだな、してる力士がいますから、うん、井上さん何注目ですか。あ、全部注目したいけど、まあ、デコしか映ってないあのちゃんとテレビ意識してる。そうですねありました、うん、特別競技なんですけど、硬式の高校野球。あ、これはそうですね。いや、もうこれは、はいはいはい、甲子園ってやっぱり夏の甲子園、ね、夏の名物じゃないですか、神村学園が、神村学園としては初のベスト4進出、うん、はい、夏の甲子園で、はい、そのベスト4プラス4チームが鹿児島の平和リス球場に大集結、大集結で、対戦カードがだから初日の第1試合が神村学園と北海道の北海っていう、甲子園でも戦って神村学園が勝ったんですけど、うん、はい、その試合が、10月の8日の朝8時30分から第1試合でありまして、はい、その第1試合も、第2試合がこれすごいんですね。そう、あの神村見た後に帰れないんですよ、うん、第2試合は優勝した慶応と準優勝の仙台育英の、うんうん、このカードがまさか鹿児島の初戦でこの対戦カードなんです。だから決勝で戦った2校が鹿児島国体の初戦で戦う、すごいことですよね、これは。楽しみですね。楽しみですね。だってあの楽しみですよ、ね、楽しみですよね、うん、まだ喋るのかと思っちゃった今1回閉まったの、うん、楽しみです ね、 ね、楽しみ、うん、さあ前原さん、ウェイトリフティング。あ、ウェイトリフティング優勝候補の、これですね、はい、こうですね、うん、はい、今ワンショット言ってたんで、もう一個、あ、これ大丈夫です、もう一個お願いします。いや、ちょっとこれ、ウェイトリフティング、スナッチの日本記録保持者。スナッチっていうのはあだ名？違います。あ、でも確かに砂山選手とか砂山選手、まあ、はい、うん、薩摩仙台市を拠点に活動をしていました、普段から鹿児島にいらっしゃるから。そうです、大分県出身なんですが、国体のために鹿児島で今活動をされていて、あんな重いものを持ち上げる顔には見えないんですよ。それは思います。いや、本当に可愛らしい顔をして、可愛らしい、可愛らしい顔してます。なんか美少年、美青年っていう感じです。体つきはすごい。でも T シャツ着てたらそんなに分かんないんですけど、やっぱりあのインスタグラムとか、うん、結構あの上半身脱いで練習してる姿とかアップしてるんですけども、すごいです。バキバキバキです。その筋肉が詰まってます。もう脂肪ほぼないんじゃないですか、あの体に。ウェイトリフティングって砂山選手も言ってたんですけど、
あの一瞬で終わるんで気軽に見られますって言ってました。もうすぐ終わる。あげるの一瞬だもんね。そうなんですよ。だからその一瞬に全てを選手も込めますし、応援もその一瞬に全て込めてほしい、うん、もうあの大家族応援団も来るって言ってました、綱山選手は。一瞬ってでもなんか何秒か静止しないといけない。あ、ですよね。何秒間か静止。あ、そのだからその何秒かその言葉の速さ。ああ。はいはいじゃないですね。あ、じゃあしゃあしゃあじゃないじゃないです。じゃないよね。じゃない。綱山選手取材した時に、あの将来的な目標って何かあるんですかって聞いたら、うん、あの今仙台で練習してるんですよね、薩摩仙台市で。さっき言ってましたよ。で、はい、僕が言いました。してるんですよね。カットされました。でそしたら鹿児島にそのウェイトリフティングをやってる子たちが専門的に練習できる場所がないんですって、うん、だからそれを将来的には鹿児島でそのウェイトリフティングを極めたいっていう子どもたちがしっかり集中して練習できるような場所を作りたいって言ってました、うん、あ、競技の普及、いつかその指導者になりたいって言ってました、うんうん、じゃあ今回できっとね注目されるでしょうか、はい、きっと優勝してくれると思います、うん、10月12日の朝9時からです。場所は薩摩仙台市入木文化ホール。あとはね、はい、やっぱり全体的にあのあれオリンピック選手が、東京オリンピックに出場した選手とか、はいはい、過去にオリンピックに出場した選手が出る競技がありますね、うん、ありますね、ありますね。これソフトボール、はいはい、お、ソフトボール東京オリンピックで金メダルを獲得した川端瞳選手、はい、合流します。あの鹿屋市を拠点に活動する森オールウェーブというのがソフトボールのチームの、まあ、母体になるんですけれども、うん、そこに川端瞳選手が加わることによってまたこれ強くなりますから、楽しみですね。ソフトボールも注目ですね。去年栃木国体では3位だったんですよ、ソフトボールの成年女子は、はい、南九州市とか指宿市、確かね、成年女子は指宿市ですね。そうですね、うん、指宿市で行われます。 あとはリオデジャネイロオリンピックに出場したミスターセブンズ、お、といえばといえば桑水流優作選手、はい、桑水流優作さんも成年男子のチームにラグビーフットボール加わります。これ青年男子も7人制のラグビーなので、もう桑水流選手の専門ですから。監督も今回監督兼、ね、兼選手、監督兼選手で桑水流さんは出場します。何分あっても足りないと思います。何分あっても足りない。やめましょうも。ボクシングも言えばよかった。あ、ボクシングもね。だからもうこれ 、うん、見に行ってもらおう。もう、うん、あの自分たちが言うより見た方が説得力がある。うん、ボクシング言わせてくれなかったです。ボクシングといえばだって荒竹選手です。はい、荒竹和真選手。ええ、僕が初めて出会ったのは高校1年生の時だったんです。ええ、高校8冠、国体、選抜、インターハイ、うん、全部優勝するっていうのを目標にやってきたんですけれども、うん、3年生最後は国体が。2020年は新型コロナウイルスの影響で、はい、なくなってしまって、現在は東京の駒沢大学に進学して、うん、大学3年生で今回帰ってきて鹿児島代表で、3年生か。だからこれそう3年延期になったことで難しいところはカテゴリーが変わるっていうね。そうですね、少年男子で出場予定だったのが、はい、こう青年男子になって、うん、年齢の幅がぐっと上がってるわけじゃないですか、はい、広がった中で荒竹さんがどれだけ、うん、活躍できるかという、うんうん、いやこれ本当に県内各地であるから本当はぜひ近くにお住まいの方は行ってほしいです、ね、そうですね、はい、誰でも応援できる会場が多いですからね。そうですね、ぜひとも皆さん燃える感動鹿児島国体、はい、会場に足を運んでいただきたいと思います。それではまた次回最後終わった後途中経過でも途中経過でもやりましょう。また。